さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回はダークネス5について紹介していくんだぜ。あの5人組グループね。ウルトラマン界のお笑いグループみたいなもんだな。何を言ってるのかしら？早速紹介始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。ダークネス5はあのお方ことウルトラマンベリアルに従う5人構成の悪の宇宙人連合なんだぜ。ファンからは D5 と呼ばれたりしているみたいね。初登場はウルトラマン熱伝内にて放送されたウルトラゼロファイトの第2部、ウルトラマンゼロを倒し、ベリアルに捧げることを目的にしているんだぜ。ゼロを倒すのではなく、ベリアルに差し出すことが目的なのね。そうだな。メンバーはそれぞれ過去にウルトラ戦士を苦しめた宇宙人と同じ種族で構成されているんだぜ。そうなのね。そしてかつて登場したものとは別人であることを強調するため、成人名の他に個人名がついており、キャストも意図的にオリジナルから変更されているんだぜ。見た目は目が赤い感じかしら？その通り。全員目が赤く輝いており、ベリアルへの忠誠心がすこぶる高いのも特徴。命かけてるのね。また本編では、悪の軍団って感じなんだが、ウルトラマン熱伝第100話、ベリアル陛下降臨、虐待怪獣総進撃？いや、第103話、大暴れベリアル軍団、我らダークネス5、では、コントみたいなやりとりが見受けられているのも特徴。5人組漫才グループみたいな感じなのね。実はいい人なんじゃないかって思ってしまうんだぜ。それは要チェックね。さて、ここからは所属メンバーを紹介していくんだぜ。お願いします。まず一人目は、メフィラス星人、魔導のスライ。あの紳士的で有名な宇宙人ね。そうだな。メフィラス星出身の冷静沈着なリーダー格。常に余裕に満ち溢れた態度で戦況の変化を見据えているんだぜ。戦闘能力も確か高かったわよね。そうなんだぜ。本編中ではお得意の卑怯も楽曲もありませんよ。発言があるのも注目ポイントなんだぜ。彼は苦労人でもあるわよね。メンバー内では中間管理職的な立ち位置であり、他のメンバーとベリアルに挟まれて苦労しているみたいなんだぜ。お疲れの時は楽曲食べて元気回復してほしいわね。二人目は、テンペラー星人、極悪のディラニアス。テンペラー星出身の宇宙人ね。相棒のタイラントとは極豪タッグを組んでおり、一人称は我が輩なんだぜ。そうなのね。また、強い者が仲間という考えを持っており、実力は本物。ジャン兄弟の武装を次々に弾き返したり、飛び道具の打ち合いでも互角に渡り合うほどで、同族が使ってたウルトラ兄弟必殺光線も使えるんだぜ。強いのね。実力は確かなんだが、どうもネーミングセンスはなく絶望的。それはまあ、個性よね。極悪のディラニアス、個性、ネーミングセンス。何ちょっと、アニメ僕らのヒーローアカデミアみたいな言い方してるのよ。バレたか。見てる人ならわかるわよ。だよな。ちなみに彼は第100話では的確なツッコミをしていたようなんだぜ。ツッコミ担当の一面もあるのね。また第103話では2代目メフィラス星人の暴落強発言に感心していたんだぜ。みんなあの発言大好きよね。ほんとだよな。さて、3人目は、グローザ星系人、氷結のブロッケン。あのキャラをね、豪商グローザムの同族であるグローザ星系人で、口調も性格もチンピラしてて、言動が軽いのが特徴なんだぜ。確かにそんな感じよね。武器は口や全身から放つ強力な霊気と両腕の攻防一体の装備だぜ。また、グローザムのような再生能力や剣先を伸ばす能力は今のところ見せていないから持っているかどうかは不明だな。霊気だけでもウルトラマンたちには強敵よね。そしてメンバー内で唯一デスローブの言葉がわかり、通訳もしているんだぜ。通訳できるなんて、見直したわ。すごいよな。何気にメンバー内の常識人はってのも意外性があるんだぜ。驚いたわ。第100話、第103話ではディラニアスと共にツッコミキャラ化しているんだぜ。ツッコミ担当でもあるのね。そうみたいだな。4人目は、デスレ星雲人、炎上のデスローブ。先ほど出てきた言葉が喋れない宇宙人ね。豪商デスレムの同族であるデスレ星雲人。言葉を話せない炎使いなんだぜ。そうなのね。大げさなジェスチャーで感情表現を行う。武器は左手から放つ火炎弾や火炎なんだぜ。やけど注意ね。ウルトラマン熱伝第100話や第103話では全く喋らないため、ややメンバー内では影薄めなんだぜ。でも劇中で戦ったミラーナイトから寡黙な点を評価されていたわよね。それも彼の良さだな。そういうことね。5人目は、ヒッポリト星人、地獄のジャタール。ヒッポリト星出身の暗殺者なんだぜ。そうなのね。
カプセルを使用することなく、手で触れるだけで相手をブロンズゾーンにしてしまうことが可能。すごい能力を持っているのね。それだけじゃなく変身能力も持っているんだぜ。それは驚きだわ。月中ではウルトラの母に化けてゼロを油断させようとするが、さっきから見破られてしまうんだぜ。さっきで気づくゼロもすごいわね。それでも、ゼロに触れることには成功したから右手をブロンズに変えれたんだが、固まる前にお前をぶっ倒せばいいんだろ、と脳筋な解決法を出したゼロに、ブロンズ化した右手でボッコボコに殴られ、ガルネイトバスターを受けて倒されたんだぜ。やられる前にやったのね。彼はメンバー唯一の戦死者でウルトラ列伝第103話でベリアルがメンバーに指摘するまで忘れられていたんだぜ。これは公式でもネタにされているわよね。その後、新ウルトラマン列伝第49話波動への道、ダークネス5出陣にて、やっとベリアルと他のメンバーに合流することができたんだが、他のメンバーに見事に忘れられてたみたいなんだぜ。ちょっとかわいそうなポジションみたいね。それもあってか、メンバー随一の不倫担当となっているみたいだな。それは否めないわね。あと、グレンファイアーとミラーナイトがブロンズ像に変えられた時に変なポーズをとっていたんだが、これは初代でしっぽりとカプセルに閉じ込められたウルトラ兄弟が直前まで脱出しようと暴れていたのに、固まったらポーズを決めていたことへのオマージュのようなんだぜ。あのシーンね。ダークネス5は以上の5人なんだが、ピラニアスの相棒、暴君怪獣タイラントも紹介するんだぜ。彼もまた目が赤く輝いているのね。そうなんだぜ。ゼロと戦った時は当初ビラニアスからやったたずとされていたが、後に自慢の相棒となったみたいなんだぜ。それは良かったわね。彼はダークネス5ではないが共に行動することが多いので一緒に覚えてくれよな。ダークネス5の補欠メンバーって感じね。実際、ジャタール不在だと彼がダークネス5だと思ってしまうよな。ほんとね。実際、ファンだけでなく公式ブログですら、ダークネス5はスライ、ブロッケン、デスローグ、ピラニアス、タイラントだよねとネタにされたぐらいだぜ。ジャタール涙目ね。こうやって紹介を聞いてみると、何気にこのグループ仲良さげよね。そうなんだぜ。ウルトラシリーズでは類を見ないほどの悪役仲良しグループなんだぜ。仲良しなのはいいことね。ここからは余談になるんだが、劇中で彼らが倒されなかったのはスタッフによると、ゼロに挑んだだけで特に悪いことをしていないのに敵というだけで倒してしまうのはどうかと思ったから、らしいんだぜ。そんな理由があったのね。ベリアル本人とその息子が登場するウルトラマンジードでは、ベリアルの配下である彼らは最終回での最後の回想シーンにストルム星人と共に映っている場面があるが、出番はそれだけでセリフもなかったんだぜ。そうなの？これは映画監督坂本浩一前仕事によれば滅んだとのことなんだぜ。ウルトラマンジード前日誕にて戦死していたってことかしら？その模様みたいなんだぜ。そうだったのね。また彼らは派生作品ロストヒーローズ2でもベリアル軍の残党にて結成されており、スーパーヒッポリト星人やメフィラス星人は古参メンバーであり、現在のスライとジャタールに当たるんだぜ。当作では列伝のようなちょっと面白い感じのやりとりは全く見せず、ボスのベリアルを含めて全員戦死するんだぜ。そうなのね。今日はダークネス5について紹介してみたんだぜ。悪役仲良し5人組グループの魅力を知ることができたわね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。